ヤホーポズです。そしてタカスです。はい、ということでですね、はい、本日は我々夜景雲海を撮影しに来ました。イエーイ。はい、ということでですね、いや本日我々寒い眠い中またね夜景雲海を撮りに来たわけですが、うん、まあね今日なんで撮りに来たかっていうとですね、今日はこいつを使うためでございます。そう、もうお分かりかと思うんですけど、 Z9 そしてレンズ 24-120 の F4、 このセットを使ってですね、本日は夜景雲海の方を撮影していきたいと思います。はい、でですね、今回はもうね2人ともこの Z9 と24-120 のセットで撮っていきます。なんで、はい、そう、交代番号でね順番にですね写真撮っていこうと思います。はい、ちなみに今もう一面雲海ですから、皆さんもう心配なさらず、今日はなかなかいいのが撮れると思うので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、では参りましょう。レッツ撮影。はい、ということでですね、はい、ではまず僕からね1枚目撮っていこうと思うんですけど、はい、今ねどこ撮ろうかなってこう探していましてですね、はい、こうまずねちょっとびっくりしたんがさ、めちゃめちゃ暗闇やねんけどさ、めちゃめちゃはっきりと映るんよ映画。これちょっと見てほしい。はい、わかりますでしょうか。うん、今ねこれ ISO500F430秒のね露出にしてですね、これほんとね今これ映ってるところ、あのマジでほぼ暗闇なんですよ。ほとんど全く肉眼でもね見えないのに、まず映像でここまでねライブビューで映っているってことにね驚きましたね。普通にこれはすごい。今 AF ね、これ今これピント抜けたというかずれたじゃないですか、うん、今から合わせますよ。このまま立って、ほらこれでピント合ったんですよ。これ山のこの輪郭、暗闇にあるこの山の輪郭まで映るんですよ。ローライト AF ここまでね強いんですね。まさか暗闇でピントが合うなんて思ってなかったんで、普通にあのそこら辺の鉄塔を探して撮ろうと思ってたんですけど、全然これで撮れそうです。ということで撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、まずねじゃあそんな感じでちょっと MF にしときますね。今ねここにね真ん中に山があるじゃないですか、うん、これをまあ中心に置いて、で雲海がこうここを囲む感じ、うん、これを入れたいんですよね。だからここの隙間、ここを山で切るんじゃなくて、画面の左端を雲海でこう通して、でここの雲海のたまりの奥にさらに山々が連続しているみたいな、うんうん、こんな感じの構図でですね撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、ここのマニュアルモード時のシャッタースピード延長をオンにして30秒以上の露光で撮っていきたいと思います。はい、設定いきます。ちょっと長めでやっていいですか。300秒。高っ。ISO感度64、F8 のシャッタースピードを300秒で撮っていきたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、じゃあちょっと300秒切らしてもろて、はい、いきたいと思います。じゃあ、はい、いきます。ポーチ、はい、始まりました。ということで300秒露光、いや今日はですね本当にね大雲海なんですよ。肉眼で見えてるんですけど、で本来ですねこの雲海の下がまあ街があって、雲海が薄ければ街明かりと一緒に雲海が撮れるんですけど、今回は割と分厚めの雲海が溜まってるので、街の光がなかなか映らないっていう状況になります。なので本当山と雲海っていうね自然のコンビになるんですけど、あとはですねそれに加えて今日今快晴なんですね。快晴なので、あのもしかしたら星も一緒に映せるかなとも思います。あともう一つポイントがあって、今日月が綺麗なんですね。本当それね、うんうんうん、こちらね、そうこちらね、ボーンとね、ドーンとね、鯉のぼりさんとお月様のね、そうね、鯉のぼりさんとお月様がいらっしゃってですね、はい、月明かりが出てる時って雲海にね月の光が当たるんですよ。なので映しやすくなるというか、比較的映しやすくなるというね、月明かりの恩恵がすごい今日大きくてですね、かなり条件的にはすごい撮りやすい雲海になるかなと思います。はい、でこれがねほんと新月の時と月が出ている時の雲海の映り方ってほんと違うくて、全然映らないんですよやっぱり月がないと。本日はね非常にね好条件に恵まれているかなというふうに思います。てかびっくりしたね、あのさっきの AF だって暗闇の山にピント合うえでどういうこと、バグでしょ。 F4 のレンズですよ、しかもそれはバグでしょさすがに。ローライト AF マジで便利やね。はい、ということでですね、うん、こんな感じで撮れまして、
ちょっと長すぎました300秒、寒すぎ、寒いんでちょっと月から時短で行こうということで、じゃあ次高橋くんお願いします。頑張って全員。はい、ということでね、はい、まず僕が1枚目ね撮っていこうと思います。はい、どんな風に撮るんでしょうか。はい、まず僕の1枚目なんですけど、はい、ユーポスクと反対のね、はい、こっちの方を向けて撮ろうと思います。わかりました。はい、じゃあ実際モニターでね見ていきましょうか。はい、構図としてはこんな感じでですね、はい、この右上にね鉄塔があるんですよね。なのでこの右上にまず鉄塔を配置してですね、ホイール持って、山がですね右上から左下にかけてこう連なっててですね、でこう中央部分にこう山とね雲海が折り重なってるねスポットがあるので、うん、これを真ん中に配置してですね、うん、左下にはちょっと見えにくいんですけど木々がねこう2本ほど立ってるんですよね、うん、なので右上の鉄塔、真ん中の雲海と山、そして左下の木々というね3つの要素をね斜めの対角線で配置してですね、はい、撮っていこうと思います。はい、わかりました。はい、設定設定設定なんですけど、シャッタースピードは、はい、30秒、 F 値は、はい、なんかちょっと絞るいうことでね、はい、5.6 で、それに合わせてね、はい、映像感度640ということでね。なるほど、はい、超長時間録画はしないんですね。そうっすね、時短っす、はい、時短になりました。ユーポスクのね300秒が長すぎたということでね僕はその反省を生かして、はい、30秒でね、ありがとうございます。参りましょうか。はい、行きましょう。ザッパーティー、結構荘厳な感じがね、うん、出たんじゃないかなと思います。結構いい感じよ ね、 ね、構図のね、うん、上の部分を全部こう雲海でね、うん、こう切ることで、うん、なんかちょっと重みというかね、確かにずっしりくる感じがね、はい、出たんじゃないかなと思います。それでは次ね、うん、やっぱすくん2枚目、任せて、見せてくれよ。はい、じゃあ僕2枚目いきます。はい、はい、ということでですね、じゃあ次僕のね2枚目撮っていきたいと思います。うん、さっきはですね僕 120mm で撮ったので、次はですね広角端 24mm で撮影していきたいと思います。でですね、構図はこちらをねご覧ください。うん、次は 24mm で、今水準器出してるんですけど、ちょうどね下半分が雲海、上半分が雲で、こんな感じのね2分割構図で撮ろうと思ってて、ポイントとしてはですね、この上のね雲が今すごい綺麗なんですよ。形が結構ね空も澄んでいるので、いい感じにねこの空の色と、色ではないですね、澄んだ感じが出ると思うので、こんな感じで2分割構図で撮ろうと思ってて、で今ねちょっと下見えづらいんですけど、こう山がねあるんですね、山が、でこの山の部分を下にねちょっと入れながら配置して撮っていこうと思います。であとはですね、この街のね光がちょっとここだけね見える感じになってるので、これもねアクセントになってくれるかなと思うので撮っていきたいと思います。設定はですね今ご覧の通りの設定にしております。もう僕もね時短をするということで30秒に設定して、 F 値はね 4ISO 感度は320まで上げてですね、でピント合わせてるので、あとはタッチするだけで撮りたいと思います。それではいきます。ポジッ、はい、ということでですね、こんな感じで撮れまして、ちょうどねこの下の山のねくの字というか、こう三角形みたいな感じでいい感じで入ってですね、あとはね雲の流れも30秒なので、そこそこね表現できていい感じの写真が撮れたかなと思います。ということでですね、では次2枚目、たかしくんお願いします。答え、うん、はい、ということでたかしくんが2枚目撮るみたいです。はい、2枚目どんな風に撮るんですか。2枚目はですね、シンプルに雲海を山々でサンドイッチ、あ、サンドイッチ、サンドイッチしようかなと、なるほど、思います。なるほど、では詳しく見ていきましょう。構図としてはですね、はい、こちらね、はい、こう下の部分にですね、うん、右下にかけてね黒い山々が、うん、というか山がシュッと斜めに向かってね、うん、かっこよく流れてるのがね分かると思います。そして上にはですね、はい、奥にね横一線に連なるね山々がありますよね。ことね上と下の山々でね、はい、この街
真ん中の壮大な雲海をねサンドイッチするということでね。なるほどね。はい、これでですね雲海の奥の方にはね、まあ、夜景の光が見えていたりとか、左のね上の方にはちょっと鉄塔が一棟立ってたりですね。いい感じやねあれね。あれなんかいいアクセントになりますわな。こうシンプルでかっこいい感じの雲海写真になりそうですね。次ははい、シャッタースピードははい、もう30秒でね、うちは 5.6 でね、はい、ISO 感度はね、はい、640ということでね、はい、こんな感じの設定で撮っていきたいと思います。バチッと、バチッと。はい、ということでね、はい、なかなかね、うん、こうシュッとね、シュッとね、黒い山と、うん、雲海と、うん、まあ、全体的にもね、うん、ちょっと色味青みがかってて、雲海もちょっと光がね折り重なっていたりもしてね、こう立体感がね分厚くあって、なるほどね、いい感じですね、まあ、いい感じのね写真になったかなと思います。うん、次ね、はい、出発くん、はい、僕3枚目行きたいと思います。はい、はい、ということでですね、僕のね3枚目撮っていこうと思います。で最後はですね、またね望遠端 120mm の方を使って撮っていこうと思うんですけど、構造ねまたねこのライブビューを使って説明したいと思います。ご覧ください。はい、ということでですね、うん、今ねこちらちょっとね画面でも分かりづらいんですけど、今こんな状況でございまして、ここにねポツンポツンって2つ鉄塔の明かり見えるの分かりますでしょうか。これをね均等に配置して、下半分雲海、上半分が山と空っていう感じの構図で、またね二分割構図になっちゃうんですけど、これで撮ろうと思います。でポイントとしてはですね、今真ん中のねここら辺にね、これ今街明かりが映ってるんですよ。街明かり、これライト、街の光なんですけど、これがね長時間録音でいい感じに出てくると思うので、これ入れながら映しながらって感じで撮ろうと思います。でねちょっと山の稜線は見えるか分かんないんですけど、なんかここら辺なんかモヤっとしてて、僕もちょっとなんか何映ってるかよく分かんないんで、まあ、とりあえずね、撮ってみたいと思います。で設定はですねこんな感じの設定で、さっきと同じですね、あのもう30秒時短でいこうということで、シャッタースピード30秒、 F4 の ISO320 でこれでピントを合わせてるので、撮っていきたいと思います。でいきます。ポチッとポチッと。はい、ということでですね、こんな感じになりまして、思いのほかねちゃんと映ってました。結構あの予想通りですね、街の光がねすごいいい感じに線で出てて、で鉄塔もねこう綺麗になっててですね、ちょっとね雲海が自分が思ってたより多く出すぎてて、山の方はねなんかもはや埋もれかけている状態なんですけど、まあなんとかねいい感じに撮れたかなというふうに思います。ということでそんな感じで最後たかしくんいいの撮ってください。うん、交代。なんか若干やけど明るくなってきた。助かす。はい、ということでですね、はい、最後たかしくんの写真が決まったみたいでございます。はい、最後どんな風に撮るんですか。最後はですね、はい、24mm でね、あらこの方、あれ特別ゲスト鉄塔さんです。やった。はい、ということで特別ゲストを招いてですね、どのように撮っていくのでしょうか。今回はですね、はい、24mm で、はい、彼のポートレートを撮ろうと思います。なるほど、ポートレートなんですね今回。そうですね。あ、そうなんですね。うん、ちょっとねやっぱり彼もねよく頑張ってるのでね、まあねこんな寒い中ずっと立たされてね、うん、地獄より地獄ですよ。そうですよ、雲海をね、うん、背景に。なるほど、この鉄塔さんをね、はい、撮ろうと思います。構図としてはですね、3分割構図でね、うん、左の3分の1の線に鉄塔を置いてですね、うん、でまあ雲海とね空はまあほぼ半々ぐらいで分けて、でねちょうど鉄塔の右の部分にちょっと雲海の明るいスポットがあるんですよね。はいはいはい。なのでこれをこう左と右でねこうドンドンとね、はい、バランスよく配置してですね、でなんかね空もちょっとこう今いい感じで雲が出るんですね。雲の流れがね、うん、うん、なるほど、いい感じにこう空の紺色と雲の白がね、うん、そうサッとね、はい、出てくるんじゃないかなと思います。設定はですね、はい、今回はですねちょっとね鉄塔が結構手前にあるので、ね、鉄塔も奥の山もピント合わせたいということで、うん、F 値を11まで絞ってですね、シャッタースピードはもう今回最後になるんでね、ちょっとだけ長めの60秒、そして、はい、それに合わせて ISO 感度を800までね、はい、上げております。なるほど、こんな感じでね、はい、撮っていきます。いこう、スタート。はい、ということでね、はい、こんな感じで撮れまして、はい、まあ、ダイナミックにね鉄塔さんの
ポートレート。なかなかかっこよかったね。ねえ、雲の流れと光る雲海とね。うんうんうん。鉄塔さんということで。ねえ。まあなかなか斬新な。本当ね、まさかこの鉄塔を使ってくるとはね。うん、いつもね邪魔やなと思ってたんですけども。まあそれな。邪魔でしかないんですけど。ねえ、どっか行けと思ってたんですけどね。まさかのね、鉄塔さんのポートレート撮ると。そう、使えるもんは使おう。いい感じでしたね、結構かっこよかったね。ね、そんな感じでね。ネム寒いということで。ネム寒いということでね、そろそろ我々も撮影終えたいと思います。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでですね、はい、本日は Z9 を使ってですね、うん、夜景雲海を撮影してみたんですけど、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、普段ね、その一眼レフ使ってる時とかはさ、やっぱり夜景雲海何が一番難しいってさ、ピント合わせることなんですよね、うん、それがね Z9 のねローライト F をね使えば、まさかのね山の稜線でピントが合ってくれるというね、これは本当かなり便利だなというふうに思いました。で、ただその AF もね100発100中ではないんですよ、やっぱり。まあこれは F4 のレンズを使ってたっていうのもあると思うんですけど、しっかりと見た時に時々ずれていることもあったので、やっぱりねそこの部分は MF とかねで、まあ、対応していく場合もあるのかなというふうに思いました。でもねやっぱ総じてですね、非常に撮りやすい、ボタンイルミネーションもねありますし、水準値もね非常に見やすくて、水準値の線が細いんですよね、うん、なのでその構図見る時の邪魔にならないっていうのが非常にいいかなというふうに思いました。使っててね、あ便利だなって普通にね思うこともあったんですが、まあやっぱりですね、まあ、Z9 の本領っていうのはね、まあ、動体撮影とかで一番発揮されるのかなっていうふうに思います。基本的にやっぱりねこういった、まあ、ゆっくり風景を撮る時とかだとね、もちろんね撮りやすい部分は間違いなくあるんですけど、まあ、そこまでね、まあ、850とかと変わらない部分も多いなっていうふうには思いました。ということでですね、ちなみにこれ僕なんかずっとなんか手持ちマイクみたいな感じで喋ってるんですけど、俺ねワイヤレスマイクのねなんか風防をねなくしてしまってですね、風が入るんで手袋で風を防いでるだけなので、あまり気にしないでくださいということでですね、そんな感じでじゃあ今日の動画終わろうと思います。ということで、本日は皆様ご視聴ありがとうございました。はい、少しでもよかったら参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイ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 。